坂本さん、さあ始まった海の子坂井。おっと、目押しうまいぞ。してる、オッケー、はい。さあ、それでは、優勢なのは、海の子、しかし、スカシゲダンの坂井。さあ、またしてもスカシゲダン、これは見えんわ。さあ、さあ、海の子さん、売名できるか、それとも坂井が、鉄砲を下すか。中段、スカシゲダン。さあ、海の子さんは地上2名で、一生下段、注意下段を食らってしまうという読みでしょうか。坂井が上から攻めていく、ジャンプ中ピーが強い。固めて、中段打って、そして中段見えない。さあ、フロー強い。坂井さん強い。さあ、海の子がまず死亡。さあ、次は誰かやりたい方いますか。さあ、お、マキさん。さあ、マキさん、2人目マキさん来ましたよ。頑張ってくださいとしか言いません。タワーは横です。大タワーとイエスタワーを使うわけで対空という感じですね。さあ、いいですよ、いいジャンプショーピー。さあ、見えない、中段入ってスローは失敗するが、うわっと、ジャンプダイビング強い。さあ、坂井が斜め上から仕掛けていく、小中、そしてしっかりつないでる坂井。落ちてない、逃がさない。さあ、なかなか触りづらい、勝ち。ダッシュだいけ、ダッシュだいけ、あばまれてないよ。さあ、重ねていく坂井。ロングで、しかし坂井も走っている。さあ、勝ちに近寄りたい、近寄りたいが、この空中コームが色々と鬱陶しいので食らってしまうんですね、今のように。まあ、そこでタワーを置いていくんですが、さあ、これ端がきついぞ。押してチャンスが、中断ができないか。さあ、チャムガミ大ピン当たって、さあ、坂井がダッシュだけ、ロング打った。おっと、男子単発でちょこちょこ食らってますが、おっと、ダクオスボスか、これはデスボール。そして隙に、おっと、ダンク。今は多分間に合ってないですね。で、坂井さんが2勝。さあ、次はミヤさんですね。さあ、あそこに入れてください。はい。さあ、3人目ミヤモリアン。さあ、坂井さん2勝。さあ、ミヤさん来ました。モリアンザベル。さあ、モリアンやはり厳しい対戦だが、さあ、坂井がずずしく上立派からのドリル。さあ、痛い痛い、チューチュー勝利拳、シャンショーピー対空している。そして負の中心ビロガムシジャンプ中継で落としていく、衝撃を打って、さあ、小中大の下段から押せな、大キックを選択、投げて、投げはザブエの後ろ向きに阻まれる。そしてイエスソル中大、そしてワープで逃げる。この中間前ひそい、ボーリングが取れなくちゃ折れない。さあ、フローであったらアスカル勝利決定、の投げていく、うわっ、坂井さんっぽい。さあ、ここで、さあ、ワンチャン欲しい、端で一気に殺したい海宮だが、坂井がそのままさせない、この中間前、さあ、見えている、坂井、もう対応モードが、うわ、ずれた、ずれた、さあ、3勝、次は誰がいきますか。さあ、4人目、翔さん来ましたね、翔オールバス。さあ、翔さん、ここで打開できるか。さあ、海の子をザブということで、海の子の形を、あ、敵を取ってほしい。おっと、ダッシュ、空中ダッシュを出して抜けた翔。さあ、翔、中中大、追い打ちして、下段、中段だろ、しかし、下段、あー、これはきつい、間近に逃げない。ダッシュ打っていく、翔剣、この翔ピータイクがうまい。前チューピー打って、上中中ライト、遅い。さあ、坂井がダークホースモード、攻める攻めるショー、投げて、しかし坂井暴れ、走る対空見えてる。さあ、6しっかりかわしてくる、中段中段デスボール。坂井4連勝。
さあ次は、お、ガウダさん無理さあ、お願いします。さあ、オルバスが3人目ですね。3人目のオルバス。さあ、5人目ガルーダさんのオルバス。マイチピー置いていく、サカイ。おっと、対空テイク中ピー見えすぎ。さあ、毒かわしてる。固めて固めて中ライク。そして見えない不能どうするか。この端逃げない。音がいて大将こかして落ちてくが、しかしヤドバイがはるじかれる。チュラン、おお、坂井が前戻ってきた。坂井リバースから少々いい。おお、またリバースしてきた。さあ逃げない、奥攻め、くの坂井が攻める。早い早い、すかしげなんかな。またしてもすかしげだ早い、おーや強い。5連勝の坂井。さあ6人目バーズ、バーさん来ましたね。早い、坂井さんのテイク早いですねこれ。さあ来ましたよ、番犬バーズ。ワンチャンある。さあジャンプチュービー見えてる。さあここでソースを止めたいが、さあ小中君一気に入った、よりゲット。おっと対空にいいビル、おっしゃか、あデスボールか。さあ守備打っていく、坂井がノイノイになってきてる。さあバズレー捨てない、対空見えてる、スカヒガ今のインスルメントガキか。おお、なんかずーずーしいですねこれは。わわわわ、ラクホースから逃げて攻めるバズ、ジャンプ中継対空してる。うわ早い、今のは早い。さあ残り、さあ取ったのはまずジャムヤピン、しっかりかかん中段が押してる。マチュピュってジャンプ中中、対空見えてるバズ、このジャンプ中継が強い。さあ若干そこやりだそうだよ、このジャンプ中継阻まれる、これはかかん。ジャンプ中継、さあずらしていく、ゲージもある、そして出ないバーズ、フローチャンネルバーズ、スカシゲナンもガードして、坂井がダメージを取れない。固めてシャンチュービー反撃していく、さあしか拾う、そしてこれはおっとローキックでバーズさんが勝ってきた。さあこれ5勝1敗の坂井。さあ7人目はお魚さん。さあ、4人目のオルバス、お魚さん。さあ、またしてもオルバス、さあ、すかしていく、音当たった、そして、ああ、ちょっと計算にない、ふにゃっていきますかね。さあ、不能の坂井、これは待て、中断、中断、中断、3連発、ダークホースで切り返す。さあ、坂井、上から下がる、スカシゲラン、シュー飛んでいる、あれが強い、ザメル、ダッシュ、ジャンプ、中ピンが強い、そして、少々、ディスボール、放置して、ダッシュ、ピン打って、少々、おっと、ボスカップ、おっと、今のは飛び込み読みでしょう、しかし、打っていなかった、お魚、幅が出ない、少々、ディスボール、坂井が周りを取り戻した、これで、7勝1敗かな。さあ8人目、違う、9人目、おっ、リスケンさん、はい、50円を入れてください。さあ、リスケンさん来ました。さあ2人目のモリアン、西健。さあ、坂井さん、現在1敗。さあ、足中く寄っていく。そして、スカジゲナン、まあ、早いガードしている。さあ、大学リードは西健。さあ、この前、モリアンに近いぐらいが、イエスボールは勝てたい。さあ、坂井、しっかり見ながら様子を見つつ攻めていく。空中側から西健が切り返す。
さあまだリードは西健、さあこのままいけるか、西健対応して、そうするか、さあ前中ペイに西健が噛み合う、固めて固めて、飛びを許さない、飛びを打って、あ早い、裏から来た、上から足かけたんかな、おっとこれはゲッシュール入って西健一本選手、少ししっかり下段もガードしてる、さあ西健優勢、見てる体育もしっかり、こっかし少々からデスブロが甘い、状況判断素晴らしい、ないよ、さあこれはいけるか、おっと危ない、さあ積極的にダンクを狙う、境いいそれ、おっとなんだ、しっかりガードを入れる境、おお涼しい、ダッシュしぶきはいいスコア投げ、押して裏からゲージがない、ジャブチェピ打って、これはどうチュッピータイク、さあハイズ攻め、これはどうする、ガードしてる境、しっかり空タイク、さあ対応したついてきたか、おっとこれは勝利券、おうまい、これは西健が、西健なんとこれは強い、坂井さん2敗、まだまだまだ全然やってください、いやー素晴らしい、さあ今弱ってる、弱ってる坂井